はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシローカンナでございます。それではコズミックファンタジー3続きからやっていきたいと思います。前回ですね、流れ星がお家で来たところに登っていったところですね、こちらの、新たな仲間ニャンですね、コズミックファンタジーシリーズおなじみのキャラクターニャンがなんと仲間になってくれたということでね、彼と共に冒険に出かけようというところでしたが、戦えるんかニャンってニャン戦えるんかな、戦ってみるか。マイケルを、マイケルやれないか、マイケルですらきついか。まあ、レイ君がおったとどうにかなるけんね。ニャンが結構外すか。魔法は使えらんのよね。なるほどね。MP がもともとゼロになっとるから。なんかね、BGM がめっちゃなんか、おまかしとくよ。あーっと、また3体になってきたか。まあ、一応レイ君がワンパンでけ、ああ、弱い。ニャンが結構、ニャンの武器が何か分からんのよね、うちも。今手持ちの武器は、ニャンは装備できないよって言ってたけん。やばい、なんか知らんやつおる。やべえやつからやる。あ、ミスターか、今、なんか変なコマンドになった。デルタから倒す。倒せるか、手、ニャン、ニャン。倒せたね、オッケー。ニャンは動けないけど、レイ君動けたら大丈夫。ニャンは何要因なんだろう。別にサイキックとか魔法が使えるわけではないし、これどうしたらいい、帰ってきたらいい、メシムって誰、知らない人いるんだけど。メシム早え。でも早えだけか。早えだけかもしれねえけど、ニャンが受けたら死ぬかもしれない。よかった、ニャン、回避率が高いんかな。相手も回避率非常に高いけどね。ちょっとレイ君がやばくなってきたから、回復しようか。ラティネ。58か。ほぼ全回復ぐらいまでいけるってことか。60近く回復するってことね。多分ね。レイ君今体力最大何ぼかわからんけんさ。レイ君先制取るときいつも外してない？乗せかな？乗せな気がする。レイ君結構レイ君結構外しも、結構外しますね、あんた。あんたたちに。あんたたち、あんたたちに。あんたたちに、あんたたちに。あんたたち、もう、いい加減にしなはれよ。いい加減にしなはれや。オッケーオッケー。もうこの数秒に一回の戦闘をどうにかしてほしい。いや、持ってない、そういうアイテム。どっかでセーブしてえなぁ。セーブっていうか、補給がしたいけど。まあ、現状、あ、しまった。ターキーからやるって言ったら忘れとった。うん、やっぱそれ食らうよね。それ食らった時のニャンがね、呪文を使えないでしょ。なんもできんよね。装備もないけんさ。ニャンの装備とかないが？なんでないが？こういう時で装備はできるもんじゃないんですか？これ戻っていったらいいってこと？戻っていっていいんかな？結局ね、前回の最後も、何も言わ、本当に何もなかったんだけど、マイケル、それやめていいな。ちょっと今日のレイ君は乱数が悪いね。当たりが悪いね、今日のレイ君。今日のレイ君。気づいちゃった。マイケルの経験値減ってる。マイケルの経験値量減ってるじゃないですか。マジですか。どうやって帰ってたっけ。マジか。いや、先生取ってるときは必殺攻撃でいいんだろうね、多分。だって相手は攻撃してけへんけんね。多分ね、多分だよ。カウンターとか持ったやつがおるんかもしれんけど、どっかで。ないと思う。てか、どう帰んのやったっけ、ここ。多分、これでいいと思うけど、こっちの道で。結局、そう、マップがわからないんで、前々回ずっと言ってますけど、マップがわからないんですよ。
ね。このパルミアの回避率は異様に高い。異様に高いん、これ何バランス間違えてるよね、これ多分。ほら、やばくない？二人がかりで殴ってんだけど。なんでだなんでだじゃねえんだけど。そうやな、並び替えとセリフしか、セリフ？あ、そうだった、メッセージ速度だった。エロードしかないもんね。そうだよね。マップはないもんね。マップが欲しいんだけど、どうやって帰ってたかも覚えてないんだもんだって。戦線は取れてないもんね。あ、そうだ、特殊攻撃とか全然できないんだった。まあ、シャープ倒せただけマシか。1のダメージで、相手防御固めとるとはいえさ、ちょっと低すぎんか、今のは。あ、霊が成長した。だったら回復使っとけばよかった。でも、ニャンとはしばらく一緒に行くんかな。回復ありがとうね、霊くん。なんかこの辺から、あ、そうだ、この辺だ、この辺だ、合ってる合ってる。この小屋でセーブできるけど、まあ、いっか。なぜなら途中セーブができるからね、私は。本家本物やったら絶対いかんけど、絶対セーブポイントでセーブした方がいいけど、現状ね。まあでも、ちゃんと、行きましょう。そうだ、ここだ、ここだ。ここに帰ってきて、で、いいのか？確かに左側行ってよかったら左側に行けばいいのかな。なんで結局って言ったらあれやけど、結局、戻るしか道はなさそうだったもんね。うちが見落としちょるだけの可能性も大いにあるけど、いや、どうだろうな、わからんな。てか、ニャンしか攻撃当てれらへんねんけど。やばいよ、このパルミアって。パルミアって前回出てきたけどさ、こんなに回避率高くなかったよね。うちが嫌われちゅうだけか。それ言われたら何も言い返せんな。エンカウント。エンカウント必殺はいかんな、必殺は。うちが防御力下がるからいかん。まあ、通常でやれるけんね。まあ、外すんだけどね。そっか。そっか。もうなんか。いや、ヤクザルよりも遅いんやね、素早さ。素早さも遅いし、耐久もないし、ニャンはどうしたらいいんだい、君は一体。何になりたい？お前は何になりたいんだ？このセット嫌やな。ノーハッピーセットやな。アンハッピーセットやわ、これ。アンハッピーセットやめてほしい。アンハッピーセットやばい。こいつら回避率高めに設定されてるもん、多分。回復の呪文？やめちゃうのか、てめえ。まあ、いける。ほら、もうやばない、この境。え、いや、待って。30も食らったんやけど、なんなん？もうたまにある。これなんなん？たまにあるんやけど、このコズミックファンタジーってさ、なんか知らんけど、さ。打点が急に、謎の打点、攻撃力打点がつくんなんなんって思うんですけど、僕もわかりません。僕にもわかりません。まあ、とりあえず進む前にあれだね。ちょっと待って、回復したいから、こっちか。違う。こっちだ。回復。結局他の呪文ってか、サイキック使っちゃらんからわからんのよね。エンカーダーとか。エンカーダーって何？前回こっちは来んかったよね。行き止まりだったら終わるね。行き止まりだったらどうしようかな。終わりたくはないな。びっくりした。まあ普通にね、打点がないね。どうしようか。どうしよう、本当に。おかしくない。一応さ、進んだんだけど、前回より。あ、でも、橋があるよ。渡れる？もうな、もう落ちない？大丈夫かな？もう落ちるイメージしかねえわ。いやいや、アンハッピーセットついに出たが、このアンハッピーセットはやめてほしい、正直。
でも多分いいんだよね、道的にも合ってんだよね、わかんないけど。なんでこいつら誰も一人倒れてねえの？ん？これはさ、もう勝ちと思わんか？当たったわよっと。もうマイケルが地味に腹が立つ。あ、でも、ニャンはザコには強えんだな。ほんまのザコ、ほんまのザコには強えんだ。普通のザコには弱えけど、ほんまのザコには強えんだ。ザコ級、ザコオブザザコには強いね、ニャンは。じゃあダメじゃん。いやーダメじゃん。やばい、マイケルのさ、経験値減っとんのマジで痛いわ。もうポンポンレベル上がるぐらいのもんやん、マイケルって。え、行きどん、ああ、行きにか、びっくりした。そこに橋があったんだけど、渡るときに崩れてしまったんだ。これじゃトレスさんに帰れない。ヒュッヒュッヒュッ。リーちゃん、こういう時のためにいいアイテムがあるんですが。お一ついかがでしか？高値で売るつもりか。お知り合いになった記念に特別サービス価格にしておくでしよ。ブリッジガンでし、これを使えば向こう岸へ渡れるでしよ。おいくらですか？高いんでしょ？でも。やっぱりお金を取るの？当たり前でし、足も商売でしからに、高値で売るなよ。仕方ないな。そうでし、レイシャンでしたら特別に、1000ゴールドにおまけさせてもらうでしよ。高いよ。あるけど高いよ。高いよ。値切りたいけど多分値切れないでしょ。このゲーム買うよ。やっやっやっ、どうもマインドでしに。ブリッジガンね。これで向こうへ渡るぞ。ブリッジガンを使った。これで大丈夫でし。さあ、早く行くでし。エンカウントしましたけど。ニャンさん。ニャンさん？ニャンさん、謎のエンカウント発生したんですけど、びっくりなんですけど、私も。私もびっくりなんですけど。あの、方向キー入力する前にあの、エンカウントしたんですけど。方向キー入れる前にエンカウントしたんですけど。ちょっとこれクレームもんですよ。ワザップに書かなきゃ、これ。ワザップに書いてやろうか、本当に。わ、なんだ？あ、橋が、いや、不良品を売りつけたな。たまにはこういうこともあるでしよ。はい、お前お金払えよ。お金も買い戻しや、この。お前が買い戻しやぞ。普通考えたらアウトやぞ。で、オートトレスさんに戻ればいいってこと？あ、レイシャン、レイシャンがやばい。レイシャンがそれになったらやばいにしよ。いや、でも、ニャンでもザコの中、ザコオブザザコしか、あ、ダメだ、やばい。ザコオブザザコしかねえ。そうだ、こいつらそうだった。二人とも、二体ともあれだった、行動制限系だったわ。忘れとった。あ、でも倒せるか、よかったよかった。焦る、レベル上がんねえ、ニャンの。あ、そうだった、これまだ続くんだった。もう出口かと思っちゃった。違うんでしょうね。アンハッピーセットか。アンハッピーセットはやめてほしい。一体でも倒しとく。あ、二体倒せたのはでかい。で、マイケルの回避率が高いから、祈る。祈る。よし、お祈り決定、オッケー。お祈りゲーになってる、若干の。ほんまに1000ゴールドなくなってる気がする。本当にお金払ったの？本当に払わされたんですか、私たち。まあ、こいつっていつもこんなんだもんね。昔からそうだったんだね。証拠のたくましいやつだったんだね。いや、いいよ。いいキャラだと思うよ。まあ、2でも、2でも1でもお世話になったからな。1の時はな、結構、こいつから回復アイテムいっぱいもらって、こいつからポータブルバリア買った時はマジ切れそうになったけど、よし、帰ろうか。なんかトリスタンがどう尖って言ったからオートに戻ればいいんだろうね。港町には行かんでええんだろうね。多分ね。あ、でもニャンの装備って帰るんかな。それを考えたらちょっと補給も含めてね、セーブもしたいしね、まあ、港町一回帰ってみるか。港町はこの左下か。
多分大丈夫な気がする。何が大丈夫だ、何が大丈夫か分からんけど、戦闘が長引いてしまってるのが多いので申し訳がないんですけど、マイケルが強いっていうか、ニャンが弱い、ニャンが弱いんだニャン、大きいだニャン。あ、ニャン成長した。ちょっとバトムぐらい覚えてくれへんかな。攻撃呪文1個覚えるだけでもだいぶでかいんやけど。でもお前異星人のにさ、あ、決めつけはいかんな。異星人やから魔法使えないならどうなんて言おうかと思ったけど、ダメだな。決めつけは良くないわ。そう、決めつけは良くないね。悪かった、私が悪かったようにはごめんな。そこだけは謝るわ。とりあえず1000ゴールド返してくれらんか。港町こんな遠かったっけ、こんな遠かったっけ、本当に。まあいっか、そんな遠かった覚えないなって思ったんだけど、まあいいでしょう、行きましょう。この、まだ下か。あ、意外と下なんだな。あ、あったあったあった。先生のチャンスとか必殺攻撃め、間違えたねー。メシムね、オッケーオッケー、ゆっくりやるとね、ちょっとね、コマンドがね、行き過ぎちゃうんでね、オッケーオッケー、余裕じゃ、余裕じゃ、先生の時はやっぱ必殺攻撃だねー。まあ、敵にもよるけどね。ああいう強そうなやつは、先生撃った方がいいね。オッケー。これでちょっと武器屋を寄っていきますね。で、ニャンが装備できる武器を。え、ニャンオッケーな。あー、なるほど。あー、そういう感じか。ロングソードとグレイバーダメなんだ。ウィップだったらいけるんか。そうですか。持ち物がいっぱいですか。防具は？あー、やっぱそうだ。重たいものはダメなんだ。重たい装備はダメなんだ。そういうことだ。サークレットとか貴重品やから置いとくけどさ、売ってもいいかもね。だからラウンドシールドは装備できないでしょ。星の雫、祈りの杖も装備できないけど、どうしよっか。オイル瓶よくわからんけん、売っちゃおっか。で、炎のかけらももういっか。せっかく買ったけど。で、買う、武器、ウィップを買う。ウィップとカトラスはいいよね、別に。もう、あとは、メイン武器だけ持っとったらいいか。チェーンコイフ。ブレストプレート買うでしょ。チェーンコイフ、コイフ。買っといてみて。プレスプレート買った。これでちょっとマシにならんかな、ニャンの装備。装備。ニャンの装備をしましょう。ウィップを、ニャンのメインウェポンにして。チェインコフ。あ、そうだね。やっぱ上位互換だね。全然ちゃうやん。めっちゃ低いやん、装備。レイもブレストプレートなんだね。で、カイトシード、獣士の帽子、あれ？私まだ獣士の帽子だったんか。武器じゃない、防具で。あ、じゃあフリッツヘルム買っとこっか。そうだね。そうだわ、いつ、なんか、で、レイ君の装備最強にしとるんだと思ったけど。まあ、お金に余裕がありますからね。これで、売りましょう。いらないものを売りましょう。でも、ニャンの装備とかな、もったいないよな。このさ、猫の服、猫の帽子とかさ。あ、でも安い。思ったより安いぞ。よし、オッケー。これで、元預ける場所とかあったらええんやけどね。こういうさ、一度しか手に入らなさそうなアイテムは置いときたいやん、どうしても。まあ、装備整えたんで、回復とセーブしましょう。お金に余裕ありますね、だいぶ。やっぱ雑魚戦をね、一生懸命戦った甲斐がありましたね。セーブ。16だよ、だいぶ上がったね。
前ここを出てから3レベルも上がったのか。そうだね、長かったもんね、なんだかんだ言って。ニャンとはでも一回お別れとかするんか、離脱とかするんかな。それ考えたら装備をね、そんなにいっぱい買い与えても仕方がないなと思う。さあどうだ、ニャンの火力を見てみたいね。レイ君は安定だね。あ、いいね、いいダメージ飛んで、あ、でも前々から飛んでたな。ウィップだからだいぶ上がったよ、攻撃力。プラス14上がってるからね。最初のニャンより。ただのニャンではないぞ。スーパーニャンぐらいあるぞ。100列2呼吸ぐらいできるぞ、多分。知らんけど。あ、でも一発でターキーじゃね、ウッキー倒せるようになっちゃうね。それはあれよ。それはいいね。で、OK。レイ君も防御力上がっとるから、だいぶいいね。やっぱ一人じゃないっていいね。一人の時もまあまあそれはそれでやったけど、誰かがいる旅っていいと思うな。じゃあオートトレスさんに足早に抜けたいんですけど、足早に抜けたいんですけど、OKOK 大丈夫。大丈夫じゃない。多い。先生のチャンスね。じゃあ必殺。全体攻撃とかあったらいいのにね。威力下がるけど、ちょっとした全体攻撃ができたらよかったんだけど、さすがにそれはないか。強すぎるか。雑魚戦に強すぎるな。で、これで左の方だよね。オートトミスタンは。そんなになんか離れとったイメージないんやけど、どんぐらい歩いたっけな。ここは通ったね、ここは通ったから、ちょっとぐるって回ったんだっけ。なんかそんなんだった気もせんでもないんやけど。ニャンがウッキーワンパンは助かるね。お、いいね、防御力上がったね、だいぶニャン。あ、ニャロだった。ニャロだ。ニャロは攻撃力低いからそうだったわ。それでいいんだわ。なんならダメージは受けなかったぐらい表示してほしいんやけど。マイケルだね。こいつに、ニャンがどれだけこういう、あ、やっちゃった。まあいっか。安定したダメージを与えてくれとったらそれでいいんだよ、私は。あ、出た。強そうなやつが出たから、デルタを、デルタライズクローしようね。デルタライズクローしとこう。いいね、いいダメージ。やっぱこの判断はいいんかもしれんね。先制取れたら確定で必殺叩き込むんがいいんだと思うわ。ニャンとボス戦とかある？ニャンと一緒にボス戦する。なんか知らない敵がいる。どうしようかな。必殺攻撃パルミアをね、仕留めてほしい。まずボーンはなんか知らん。お、いいね、当たったね。いいぞ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 。何もさせんと終わった。あいつによくわからんやつに何もさせんと終わったのはでかい。何もさせなかったのはでかい。もうちょっとで多分つく。敵は戸惑ってる。先生のチャンスなら必殺攻撃飯目に叩き込む。この DX の数値が何かはわからないけど、ちょっとずつ上がってる。何の DX なんだろう。デラックスなんかな。あ、もうつくね。もうつくよ。つかなかったよ。残念ながらつかなかったようだ。あ、でもメシム相手にはきついんか。レイ君じゃないときついのね、その辺は。結構、他のやつに入っとったけど、ね、よし、着いたよ。防具屋はいいかな、いけるか、現状まだ。セーブしに行きたい。あ、武器屋変わってるっけ？変わるんかな、アイテム。前来た時より。いや、変わってないね。変わってん、変わってん、変わってん。じゃあいいや。せんくん。いや、前より強いのあったら嫌だなって。ここってこんな BGM だったっけ？宿屋にとりあえず行きます。回復、戦闘あるかな？この、なんかトリスさんに戻らなきゃとか言ったけど、何のために戻ってきたん？なんか、あれかな？あの、姫の結婚相手を戦いの場で決めるみたいな感じの。ことを言ったけど、あれに参加するとか言わんよね。そんな血気盛んな子じゃないよね、この子。
わからんけど。そういう時は街で情報収集だね。お席の方へどうぞって言われちゃった。だいたいバーで情報がさ、得られるもんだと勝手に踏んでるけんさ。おー、じゃあサムエル舞踏会の優勝者に興味があるのか。で、やるけん、結局あれかな。城に行くんが妥当なんかな。トレスタン城の闘技場で舞踏会が開かれるらしい。こういうよりモブが多いってことは、ああ、そうやね。やっぱ舞踏会に行った方が、ええんか、物見えさやもんね、結局。だってここに来たんって、薬の葉元か薬草の元を届けに来ただけなんでしょう。でも、なんだかんだ言うて、観光しまくってるよね、今レイ君。現状さ。入っていいんこれ。わかんの？入れた。いいんですか入って。ほら、城内は立ち入り禁止だ。ごめんなさい。城内じゃなかったらどこに行くんですか？チェーン、まあまあなんで、で、舞踏会見に行きたいよ。舞踏会に行きたいんだけど。舞踏会に行きたいんだけど。見に行きたい。私も行きたい。行けなかったもんね。いくら強くったって顔があれじゃね。顔がそんなにひどいやつがおんの？ブサメンですか？ブサメンですか？見に行きたい。そのブサメンとやらを見に行きたい。拝みに、そうすら拝ませてもらいに行きましょうや。うちセーブしたっけ？セーブしたか忘れたな。一応しとくか、こっちで。はい。別の日でーす。前回から別日収録でーす。丸わかりんちょんやれでーす。あなた？はい。素敵！ありがとう。だから何？お金ちょうだいじゃ。顔だけはいいからね、レイ君。あ、ここ何？道に迷っちゃったわ。どうしようかしら。私が助けてあげようか。奥に行きたいね。そいつ、そのさ、緑の方に、緑髪の方に話してて。おお、俺はやると控え室かな、ここ。もしかせんでも。闘技場はあっちよ。あっちってどっち？あっちってどっち？誰もいないじゃないの。あ、誰か倒れてるわ。あ、戦士の控え室ね。ボコボコにやられてんや、みんな。申し込みとかしねえけど、殴り込みいいんかな。俺らも殴り込みに行く、レイ君。あ、着いた。レイちゃん、足は用がありますから、レイちゃんはここで待っていてください。はい。しょうがないな、にゃんは。試合でも見てるか。やっぱ観光しに来てんじゃん。続いて、ガンドラン伯爵4人目の対戦です。勝ち抜いてるんじゃ。あ、すげえ。あ、すげえ、すげえ、すげえ。ローが夫婦剣みたいなことしてる。ガンドラン伯爵の勝利です。これで4人勝ち抜きです。すごいんだね。あんな化け物とは関わりたくないもんだな。レイ君もなかなか化け物じみてるけどな。レイちゃん、ちょっと足にと一緒に来てほしいんですがに。どうしたんにゃん。お金落とした連れてきたですよ。外の村のレイさんですね。どうぞ中でお待ちください。いや、どういうことこれ、聞けないよ。さあ、レイちゃん、中へ入るでしょ。何も、レイ君も疑問に思うよ。いや、ここは戦士の控室やないか。どうしてこんなところに。どうしてって決まってるじゃないですか。レイちゃんも試合に出るんでしょ。何言ってんの、こいつ。なんだって、僕はそのこと。心配ないでしょ。出場手続きならさっき足がちゃんとしておいたでしょ。それでさっき離れたのか。トトの村のレイさん、闘技場の方へ入ってください。ほらほら、レイちゃんの番でしょ。そんな僕は知らないよ。そうだよ。もう、大丈夫です。こんな時のためのとっておきのアイテムがあるんですよ。アメコメバリアでし。これを使えば相手の攻撃力を跳ね返し身を守ってくれるでし。ダメージは攻撃した相手に変えるので、レイちゃんはこれを使っているだけで試合に勝てるでしよ。八王朝じゃん。お題は特別に1万ゴールドに負けておくでしたっけよ。そんな最近持ってないよ。そう、半分の額でいいんだったら5000ゴールドならあるよ。いいですよ。この大会の賞金で支払ってもらえばいいですから。レイちゃん頑張ってきてください。押し付けられちゃった。マジかよ。やるか、やるしかねえか。伯爵倒せばいいの。分かったよ。それスタジオ代表出場者が1回戦で負けちゃったのか。鎧を着て頑張ったんだね。じゃあ行きましょうか。トトの村のレイです。はい。トトの村のレイです。よろしくお願いします。どうやらお前で最後のようだな。これで俺様の優勝は決まったようなものだ。そしてプリンセスディーナも俺様のものだ。構造に逃げ出すなら今のうちだぞ。うん。ずっと相場から手がくったって。頭が空っぽじゃ優勝したって。王様の目をお目にかなうものか。レイ君急に煽り出すやん。どうしたん？なんかあったん？
言ったな小僧、その体バラバラに引き裂いてやる。覚悟しろ。始まった、すげえ。あ、しかもボス BGM だ。主題歌が流れるやつだ。戦うぜ。多分これはニャンに渡されたやつを信じていいんだよね、多分。どれだ。あと、アメコメバリアー。44、OK。ずっと使っとったらええんかな、これ。ちょっと使えばいいんかな。アメコメバリアー。これ動かんときあるんかな、もしかして。41やろう。一回食らっても大丈夫やで、ね。41殴ってみるか。18まで。思ったより良い。あー。当たるんかこれ、ほんまに。攻撃のミスで受けなかったか、かわすっていうことは多分当たらんな。判断。判断大事。この判断がなければ、この世界ではやっていけない。コズミックファンタジーの世界ではやっていけない。アメコメバリアー。なんかやればいいんこれ。相手のタイプなんぼよ。でも押し付けてくるってことは多分そうだろう。イベント戦ってことでいいんだよね。アメコメバリアー。壊れちゃったよ。損害賠償。賠償金。あ、払わないとか言わんかな。我がアメコメバリアの前には無力よ。アンドラ様、しっかり。この俺が負けるなんて、己の力にはかなわんようだな。かわされたけん多分当たらんのやろね。小僧、ええとか言ってな、この恨みは必ず晴らすぜ。覚えてやがれ。小物感すげえな、あいつ。バチクソ小物じゃねえか。完成が永遠にエンドレスに流れてる。やりました。トトの村のレイ、あのガンドランを倒しました。一体誰がこの事態を予想できたでしょうか。あの細めでなんという強さ。トトの村のレイ、優勝です。ふぅ。勝っちゃったね。まあお金払わない関係ね。お金は持っていかれるんだろうな、きっとほとんど。ほとんど全額かな。レイと申したな。そなたの戦いぶり、実に見事であった。いやいやいや、何を申し上げますか。こちらのね、あべこべバリアがなければ何もできておりませんよ。褒美を使わすぞ。お金ですか？優勝賞金と商品です。お受け取りください。ブレストプレートとかいらないんだけど。いらないんだけど、ブレストプレート。だって持ってるよ。二人とも持ってるもん。いらないよ。1万ゴールドはありがとう。何も得られなかったよ。明日、王宮内で王女の花婿候補のお披露目を兼ねた舞踏会を開催する。そうだ、もう清掃してまいりが良いぞ。清掃なんて持ってないけどな。ひひひ、よかったですね、レイちゃん。これで明日はごちそうにありつけるでしょ。冗談じゃないよ。王子の花婿候補なんて、第一僕は清掃用の服なんて持ってないよ。心配しなくても足が何とかするでしょ、レイちゃん。それより優勝賞金からアベコビバリアの代金をいただきたいですね。なんだって、あれもすぐに壊れる欠陥品じゃったじゃないか。でもまあ、そのおかげで勝てたと言っても過言ではない。なぜなら攻撃が当たらなかったから。でもですね、優勝できたんですから、お代わりいただくでしょう。ぼったくりじゃねえか、半分。そんな、強引にあんなところに出されて、その上に、それじゃ、僕はただ利用されただけじゃないか、正論。正論だね。そんな、レイシャン人聞きの悪いこと、いや、正論だからね。だって、そうじゃ。わかったでしょう、これ足もあごぎでやったでし。お詫びの意味を込めて、アベコメバリアの代金をドーンとおまけさせてもらうでしょ。いくら、半分か。だから僕はそんなことを言ってるわけじゃなくて。まあまあ、それではこんなところで許してもらうということに。500ゴールドしかくれやんかったんやけど、こいつ。銭ゲバがよ。シャティとわしはまたちょっくら出かけてくるでしから、留守番お願いするでしに。なんだよ、この猫野郎。尻尾掴んでぶん投げんぞ。ああ、言っちゃった。しょうがないな。しょうがないな。で、レイさん許すからダメなんだよ、レイくん。じゃあ、自由行動かな。ちょっとセーブだけして今回終わりましょう。はい、ということでね。無事、ガンドラン伯爵とやらを、アベコベバリアで倒すことができました。よかったですね。なかなか強引な戦いだったけど、よかったんでしょうか。まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイでしー。